辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。辻先生は広告営業を始めてから分かったことが3つあるってことなんですけども、それは何でしょうか？そうですね、はい、僕は太陽光発電をね、B2C 個人宅向けに、テレアポの即決営業で、俗に訪問販売で売ってたわけですね。で、訪問販売はもう今後未来がないなと思って、その広告営業の方に切り替えたんですね。その時に、分かった3つの基本っていうのがあるので、今訪問販売やってる方だとか、その地域密着で頑張ってる方だとか、その高額商品を使っている多分リフォーム業界、住宅関係に勤めていらっしゃる方とかには、結構いい話ができるのかなと、お伝えしたいメッセージが3つあるぞみたいな感じですね。で、広告営業に関して言えば、3つの基本というのがありますよと。1つ目何かっていうと、1万枚です。最低1万枚の広告を配りましょうねと。ケチケチして月2000枚とか3000枚とかでは、効果がある広告なのか効果がない広告なのか、その判断するのにやっぱり2ヶ月から3ヶ月かかってしまうんですね。それではモチベーションが上がらないですし、時間を大幅に消費してしまいます。実際僕がチラシ広告で大逆転できたのは広告1万枚でした、はい、ちまちまやっていてもいたずらに時間だけがかかって成功できません。高額商品のチラシの反応は1万枚で1件っていうのが、だいたいそれが平均値なので、この1万枚を基準にして判断しましょうねと。2000枚3000枚って本当その、ね、少なすぎて、いい広告か悪い広告かわからないんですね。で、たまたま1件反応があったとしても、本当にたまたまなのかどうなのか、これがイケてる広告なのかたまたまなのかわからないので、やっぱ1万枚最低でも1万枚は広告を配って、その反応を見ましょうねということですね。まず最低1万枚です。これ1つ目です。で、2つ目はチラシは1つで目的も1つにしましょう。1つに絞りましょう。ポスティングを始めた当初、最初は前回の続きにもなってるんですけど、その折り込みチラシにはお金がかかりすぎるので、最初はポスティングだっていう話になったんですね。で、ポスティングでちょっとテストしてみて、反応があったら折り込みチラシやろうよってなったんですけど、ポスティングを始めた当初っていうのは、その折り込みチラシってその分広告の枚数が増えれば増えるほどお金がかかっちゃうんですけど、ポスティング業者に頼んだらやっぱお金かかるんですけど、自分たちでポスティングやるぞってなったら、広告の枚数を、ね、増やしていこうっていう風になっていったんですよ。複数の広告を同時に入れていました、はい、太陽光のチラシにバイト募集に見積もり依頼に資料請求に電話相談とかね、あとは花屋の広告とか、そういうのをもうごちゃ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 入れていったわけです、お客さんの立場になって考えましょうと。お客さんはこのチラシの束が指向けガチャッと開けたらいきなり入ってるわけですよ。ごちゃごちゃしたチラシ広告が、これを見た時にどう思うかですよ。おそらく、うわ、なんやこれ、なんやこのゴミ箱、もうええわ、ガチャッと拒絶反応を起こしてしまうわけですね、もうお腹いっぱいです。胃もたれ状態、拒否ではなく拒絶ですシンプルイズベストっていう言葉があるように、広告で伝えたいメッセージっていうのは一つだけの方がいいですよと。だから広告も一つの方がいいんですよ。同じ内容の広告を何枚も何枚もまとめてガサッと入れられると、なんだよこれと、ゴミをもう、ね、入れやがってっていうふうにお客さん思ってしまいますからね。一つです。シンプルにしましょうねと。広告も一つに、メッセージも一つにしましょう。目的一つの方が反応が高いですよっていうことです。で、三つ目は何かっていうと、ダメなものは何度やってもダメなんですね。よく有名な話で、広告の営業マンの方って、広告は何度もやるから認知度が広がって効果が高くなるんです、効果があるんですよと。だから1回やっただけでは成功か失敗かわからないんです。だから何度も繰り返しやりましょうっていう言葉を聞かされると思います、はい、僕も聞いていましたし、その父親社長もそうやって言ってたんですね。1回ポッキリでうまくいくかどうかなんかわからんよと、何度も何度もやってじわーっとやっていって、その浸透させていくんだっていうことを言ってたんですね。だからもっともらしい正論のように聞こえるんですけど、はっきり言います、ダメな広告は何度やってもダメですよと意味ないですからね、そんなのは。ダメな広告は何回やってもダメです。ゴミがまた送られてきたと思われるわけですから、また他社よそと同じような、今の太陽光発電とかだったらモニター募集とか、リフォーム業界とかだったら多分展示会だとか相談会とかやってると思うんですけど、そういう広告の真似をしてもやっぱり反応はなかなか取れないぞと。反応があっても7000枚から8000枚の1件の問い合わせで終わっちゃいますよと。これが普通ですからね。他と同じような広告を真似しても同じような結果しか得られないですから。じゃあ他の広告ってどれぐらいの反応があるかっていうと、7000から8000に1件、1万枚でだいたい1件ぐらいの問い合わせしかないわけですよ。
で広告屋さんっていうのはある程度広告の知識っていうのを持っていますが、全然教えてくれないです、教えてくれないですよねはっきり言って、まあ、僕から言わすと大したことない知識なんですよ。もうどうでもいい知識持ってるんですよ、今から思えばなんですけどね広告のことを何も知らなかった時っていうのはいろいろ教えてほしかったなとかって思ったんですけど、でも逆にそういう昔ながらの広告屋さんの知識を知らなかったおかげで、そのダイレクトレスポンスの知識をねぐーっともう手に入れることができたんかなと、売れる広告が完成したのかなと。じゃあちなみに売れる広告ってどれぐらいで反応あるんだよと、普通の広告1万枚とかなんだろうみたいな、7000から8000で1枚の反応なんだろうと、じゃあお前の売れる広告、そのレスポンス広告ってどれぐらいの反応があるんだよって言われたら、はい、2000枚から3000枚で1件の問い合わせきますよ、はい、僕は最高でその999とか1000を切った形で反応がありましたからね。太陽光発電ですよ太陽光でそれだけの高反応を得られることができたわけです。従来の、はい、まあ、約もう最高で10倍以上ですよ。もう従来の、逆に言ったら10分の1の広告費でお客さんをゲットすることができる、見込み客ですかね、ゲットすることができるっていう話になりますから、やっぱ強烈な広告っていうのはやっぱそれぐらいの反応があるわけです、はい、だから普通の広告なんてやってたら本当もう7000から8000、1万枚で1件の問い合わせがあるかどうかっていうレベルまで落ちてしまうので、それが普通なんですけどね、それ落ちてしまうので、もっと強烈な広告作ろうと思ったら、やっぱりレスポンス広告って言って、よそが全然やってないちょっと特殊な広告作りましょうねと、そうしたら通常ではありえない数値を叩き出すことができますよと。じゃあその広告どうやって作るんだよって言われたら、はいちょっと宣伝ですけどね、ダイレクトレスポンス広告、この僕の書籍の方を読んでくださいねと。どうやったらその広告が作れるのかって、広告の作り方から全部内容書いていますから。でめちゃくちゃ売れた史上最高の、僕は富を生む広告って言ってるんですけど、その広告の全容も書いています。どんな広告かっていうのも見れますからね、はい、で太陽光業界の人だったら参考になるのかっていうと、そうじゃないですからね。全然関係ない業界の人でも、その広告の作り方、売れる広告の作り方だったり、その事例としてね、太陽光発電をどうやって売っていたのかっていうのが分かると、それをアレンジして自分の業界に使えばいいわけですから、まあ、リフォーム業界にいらっしゃる方だとか、高額商品を扱っていらっしゃる方だとか、そういうちょっと難しい商品、営業マンがいないと売れないと言われている業界にいらっしゃる方っていうのは、ものすごく参考になるかなと思います、はい、特に飛び込み営業をやってるんだっていう方がいらっしゃるんだったら、例えばお土産としてね、その広告を作ってお客さんに配っていくっていうのも全然ありだと思うんですね。手渡しのポスティングになりますからね、そうなったら、飛び込み営業だったら今すぐ話聞いてくださいよって言ってセールストークで何とかしようと思うと思うんですけど、そうじゃなくて、その紙を渡してこれ見といてくださいねって言って、で渡してそのまま帰るみたいな風にすれば、飛び込み営業のストレスっていうのも一気になくなります。ただこう紙渡していくだけですからね、どうぞどうぞ、これどうぞ、よかったらどうぞどうぞって渡すだけですから、お客さんも ありがとうって受け取ってくれるんですよ。たまに変な頑固じじいみたいに出てきたら、わー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 とか言われるんですけど、ほとんどそんなこと言う人いませんよ。普通に営業じゃなくて、よかったらこれ、ね、お手すきな時に見てくださいって言って、こうやってふっと渡すと、普通のなんかポスティングしてくれてる人なんや、はい、ご苦労さんとかって受け取ってくれるわけですよ。めちゃくちゃ楽ですから、はい、金庫を通していっぺん話聞いてくださいって言ってやる営業よりも全然楽ですからね。でしかもそちらの方が効率がいいってことになりますし、心のストレスも全然なくなるわけですからね。そうしたら別にもうやめなくてもいいわけですね。うわ、もうしんどいわ、きついわと、もうストレスが半端ないからもうやめようかなとか言ってっていうことはないわけですし、経営者の方もこれだったら、ね、せっかく今いる営業マンをやめなくなるってことですからね。ちなみに訪問販売なんかやってたら、これから先訪問販売やろうっていう人なんていないですからね。優秀な人は訪問販売しないです。優秀な人は営業しないですよ。これからそういうデジタル時代の方になっていくのに、そっちの方に優秀な人みんな行きますからね。アナログの訪問販売やりたいなんて人なんていうと、ほんともうねえ、もうみたいな人しか残ってないわけですよ。もうそういう人しか残らなくて、でしまいには最後経営者の方は自分がやらなきゃいけなくなってきますから、そうなる前にこういう広告営業の方に切り替えていきましょうねと僕も何度も言っています、はい、訪問販売っていうのはこれからダメになりますよ。僕は10年前に気づいたんでこうやめようと思ったんですけど、もう本当ダメになりますから、2030年に、はい、テレアポ、はい、飛び込み営業いけると思いますか本当にみたいな、
特にテレアポなんてもう本当ダメになりますからね2030年なくなる仕事ナンバーワンですからね、そんな仕事やってちゃダメですよと。時代の流れ的にもそれはもう逆行してるやり方なんで、それとは違うやり方を変えていきましょうねとっていうのを本当僕は強く言いたいので、ぜひ訪問販売やってる方だとか、その地域密着で頑張ってる方だとか、高額商品扱ってる方だとか、営業マンがいないと売れない商品を扱ってる方っていうのは、今後営業しないと売れない商品っていうのは非常に厳しくなりますから、こういう手法を取り入れてやりましょうねと。でも高額商品っていうのはやっぱね、対面営業マンがいないと売れないっていうのも事実なんですよ。高額であればあるほど。でもテスラはインターネットでポチる世界を作ってきますから、今後そういう世界がちょっと見えてくるんですよね。営業を介さないその営業の世界っていうのがちょっと出てきそうな気配がしているので、そういう世界が来てもいいように事前準備やるためにもね、このダイレクトレスポンス広告っていうのをやっていきましょうねと。ブランドがない会社っていうのは、テスラブランドですから、ブランドがない中小企業っていうのは、地域密着型で頑張ってる方だとかね、中小企業っていうのはブランドがないわけですから、もういち早くこういうのを取り入れていった方がいいですよというのを、まあ、強く強く言いたいかなと思いますね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。